小笠原町守は、越前勝山藩の、第八代の藩主、信峰家小笠原家十代。天保五年七月二十五日、第七代藩主、小笠原長期の六夫として生まれる。天保十一年五月二日、父の死去により、家督を継いだ。海元年十月一日、将軍、徳川家吉に配越する。同年十二月十六日、15位した。 左衛門の差に助任する。当初は、長守が、幼少のため、林家川が過労として、補佐を務めた。家川は、後期粛清、人材育成、産物奨励、天保十三年からの5か年に及ぶ倹約、生活の簡素化など、積極的な反省改革に努めた。天保十四年には、反抗、正規動を創設している。元年には軍備を増強し、 専売性を確立するなどして、一時的に反省改革を成功させた。しかし降下4年に爆名を受けて、関東方面の河川鉄大部進を務め、安政2年にも、安政の大地震で判定が崩壊するなどして出費が、重なり、犯罪性は短期間で悪化した。しかもこれらの被害に加えて、改革における領民に対する不信などの負担が、 大きかったため、領民から毛皮の悲鳴を求める声が上がり、蝶守は11月22日に毛皮を悲鳴させた。その後は申請を行い、文久3年にオランダ式の軍政を採用して、軍備を増強し、源氏元年には大阪カバンに任じられた。慶応元年には京都守備を務めた。慶応4年の戊辰戦争では新政府に協力し、明治2年6月の半世紀奉で、 勝山藩知事に任じられ、明治4年の廃藩知見で面刊された、明治6年に隠居する、明治24年7月24日に死去した、去年58、死、諸賀に優れた文化人であったと言われる、改善寺の町を守ると長守と長京の墓、左は、信房の墓、ありがとうございます。